いどうもピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。この前のね、ミンバトの動画でも話したと思うんですけど、僕にはですね、まあそれなりのアンチっていう方がいるんですよ。まあそのアンチの内容もね、まあ前回言ったと思うんですよ。こいつ激ムズステージしてもどうせ声だけ後取りしてんだろうみたいな、まあ言われてるんですよ。じゃあライブ来いよみたいな話になるんですけど、僕自分でこのマリオのスキルって言いますか、そんなに上手いって自負してません。はい、まあ、人気ランキングのね、とても難しい 1% ちょいとか、難しくても 0.5 とか、まあそこら辺ですよね。まあそんくらいぐらいはやってるんですけど、まあ、それ以上のまあ超鬼畜ステージっていうのかな、まあ、それはね僕やってないんですよ。やってないっていうか、まあそんなにクリアできる自信がないし、まあ、クリアできるんですけど、まあ、それもね、まあ3時間も4時間もかかっちゃうんですよ。まあ、そんくらいぐらい時間かければね、まあ、クリアはできるかもしれないんですけどね、まあ、それはまだやっていなくて、っていうか僕ね、正直言ったら別に上手い動画を見せたいわけじゃないんですよ。みんなに別にね、みんなに上手い動画を見せたいわけじゃありません。まあじゃあ何を見てほしいのか、別にねまあ別に何も見てほしくないって言いますが、まあ別に何も見てほしくないって言いますが、いやごめん、何も見てほしくないはやばいよね。何も見てほしくないはやばい。これ下でいいのか、ルイージが正解か。ちょっと待って、このまま右に走っていきますね。もうすぐゴールがあるって言いますが、これマジでキラー怖いよね。ちょっと待って、ここ土管でいい、上の土管はなんだ、あれは意味ないね。ここででかくなるっぽい。オッケー、ナイス、ルイージ早いな。ちょっと待って、キノコと一緒に行こう。一緒にやられちゃいましたね。このまま右行きます。ここもう一回やられそうだから、このトンカチ取っていきます。トンカチって言い方自分で言って自分で笑っちゃいましたけど、トンカチはないな。トンカチは振る、これトンカチで叩け。オッケー、ナイス、キノピコ感謝して。ちょっと待って、これはナイス、キノキー、キノキーナイス。オッケー、キノキーってなんだ、キノピーでしょ。あれ、オッケーオッケー、来た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 、このドスを乗っていく。オッケーオッケー、まだ誰も来ないでね。ルイージめっちゃ速いね、ルイージめっちゃ速い。ルイージ抜けるから、これはどっち、うわこっちでいい。土管行く、あ土管じゃねえ、ドア行く、ドアで正解か。でここは上でいいのかな。オッケー、ルイージ抜いた、ルイージ抜きました。これは勝てる、これはワンチャンありますよ。みんなまだ誰も来てないしね、もうゴールあっていいけど、このまま上でいい、こっちか、こっちで正解なのか、どっちなんだ、右上かどっちだ、こっちは正解だ走っていこう。オッケー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 、このまま抜けていきます。ナイスナイス、キノピコ今んとこ行ったら危ないですよ。これはゴールかな、もうゴールがあると思います。オッケー、危ねえいやー取られ、スターリーナイト、すっごい聞いたことあるね、スターリーナイト。まあ響きはめちゃくちゃかっこいいんですけど、なるほどね、空ステージか。うん、この空ステージちょっとルイージ一緒行こうね、ルイージ一緒行こう。オッケー、ルイージ信用して、ルイージ信用して、大丈夫、ルイージ信用して、投げないから僕、ちょごめんごめん、ルイージごめんごめんなさい、送っておこう、ごめんなさい、送っておこう、ありがとう。だってめっちゃ優しいじゃんこのルイージ。ちょっと待って、ルイージ一緒行こう、ルイージ大丈夫、ルイージよし、オッケーオッケー、せめて2人でクリアしたいな。ちょっと待って、これはマジで危ないな、ルイージ気をつけてね、大砲いっぱい出てるから。ナイス、上、ルイージルイージ赤パウの洞窟、パウズケーブ。赤パウってなんだろう、まあ 3D マリオだったら赤パウっていいのかな。赤パウと青パウ青パウ青パウとかあったっけ。赤パウ、赤パウってこのことでしょ多分。これでいいよね。でこのままヒップドロップしていきます。これは右でいいでしょ。これでこれ投げていく、オッケー、いいね。ちょっと待って、ここヒップドロップさせて、よし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 、うわ上に上がるのかなるほどね、ここでもうゴールがありそうだな、こういうところはもうゴールがありそう。どうしようどうしようか、これ、え、なるほど、キラーがパウしてくれるのね。でこのまま右、ちょっとさ、あれ欲しいな、ねえあれ欲しくない、ちょっと待って、誰誰誰キノピコか。でこれジャンジャン、ここここここ、これ、なるほど、これキノコないといけないパターンね。誰か上行って、上行って、なるほど、もうもうちょっと、はい、うー、レイジレイジ、待って、ここは鍵の争奪戦が始まる予定です。予定ってなんだ、予定って待って、こんなのいらないって、あ待って、わかった、おりゃいやー入れる入れる、危ねえ危ねえ、ちょやめろって、一番遅いじゃん。ちょっと待って、これ持っていこう、もうこれ持っていきます、僕怒ったんでパウ持っていきます。おい、よしよし、これ一番右でしょ、ナイスパウナイスパウ、これパウナイス作戦じゃない、このまま1位を取ってみせる、1位を取ってみせる、よっしゃあ、ごめん、ちょっとコース名見てなかったんですけどね、なんだろうこれとりあえずバトル起こすか2人入ってる、お2人ともやられてる、
スタートからやり直してる。優しいけど終わったよこれ。二人とも終わったよ。なるほど、ここでマリオと勝負か。負けないよ。タイマンだったら多分いける。いけるよ。ほっ、マリオうめえな、なかなか。うわ、相当いい勝負、相当いい勝負、マジでいい勝負。なるほど、こっちで優しいです。連打はいい。よっしゃ、マリオちょっと抜いてますね。うっそでしょ、キノピコとルイージなんかこっち来てない。うわ、大丈夫か、このまま右。よしよしよし、これはワンチャンある。ほっ、うわ、マリオ、マリオから抜かれる。うめえ、マリオマジで抜いてきた。もうマジで抜いてきた。さあ、いいよいいよ、オッケーオッケー。で、ジャミジャミジャミ待って待って待って、焦りすぎて言葉なんて言ってるか分かんない。自分でもなんて言ってるか分かんないんですけど、そこは多めに見ててください。皆さん温かい目で見守っててください。多分ここでゴールがあると思います。お、よし、マリオゴールでしょ、これで。やったーゴール家に帰ろう、キノピコ。あ、違う、キノピオや。マリオマリオマリ最後さ、王がないのはもしかしたら入んなかったんじゃない、王が。だからマリオマリオマリっていう感じになってると思うんですよね。まあまあ、マリオはマリーだよね、まあ、僕のと、いや、ちょっと待って待っていや、でも一応投げてくれたね。多分助けようとしてくれたんじゃない、この人。いや、多分根はいい人だと思うんですよね。ヒュー、お、見て見て、ピオキングのレート5555 だからなんだよって話なんですけどね。それじゃあこれで最後にします。これでラストバトルにしたいと思います。せめて最後は勝って終わりたいなって思うんですけど、ぶっちゃけですね、まあ、勝って終わるとかぶっちゃけどうでもいいんです。いい取れ高が取れればそれでいいんです、僕はだからレートがマジで気にしません。取れ高命。いや、ちょっと待ってちょっと待って、こんなん言ってたら取れ高で僕はこのミンバトやってるって思ってらっしゃる、みんな多分そう思う。待って、勘違いしないで、みんな本当に心の底から僕楽しくやってますから、みんな勘違いしないでね、本当にそれだけは勘違いしないで。うるせえな俺さっきからうるせえな。待って、これは鍵はどこにある。なるほど、鍵をどんどん集めていけって感じで、3つここで鍵ゲッチュ。ゲッチュしてないあと1個どっかあるあと1個、来た来たよ。さあ、鍵ゲットしました。私ここでアイテムを取っていきたいんですけど、まあやられたら怖いしね。あ、いいのいるじゃん。ちょっと待って、これで蹴散らそう。みんなこれで蹴散らします。あ、よし来た。この亀の甲羅を持ってみんなを蹴散らします。あはー、なくなった。ちょっと待って待って、なくなった。待って待って、ルイージ追いかけてこないで。ちょ、ルイージマジで来ないでって。これこれ、よし来た。これがあればもういいでしょ。はい、ナイスナイス抜き、ナイス抜き、ナイス抜きですね。よしで、このまま右。よし、ルイージはここでくたばりました。じゃジャンプ。よしよしみんなみんなあれしてたね。なんだったっけあれ。そう、思い出した。隙見せてたね、隙見せてた。ごめん、意味がわからない。油断してたって言いたかった。じゃあみんな僕任せて。くわー、やったぜ。ここで俺じゃない、マジかよ。え、マリオ、マリオ待って、マリオ待って、ちょっと待って、まだゴール続いてて。いや、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。